避難治療院の症例集の中に。頭を刺激する爪楊枝ツンツンというのがあります。これですね。百円をまあ、刺激して、えー、まあ、肩こりとか、えー、この体の真ん中のですね、えー、治療する痔の治療をしたりとか。ああ、いろんな効果があるんですけど、最新情報をお伝えしたいと思います。爪楊枝ツンツンを行う場合には、これ輪ゴムで。 巻いてるんですけど輪ゴムで巻かなくてもいいです爪楊枝をだいたい10本ぐらい束ねてこれで頭の先端をツンツンやったりこめかみをツンツン眼性疲労の場合はですね、えー、やったりするんですけどこれでいいんですこれでいいんですけどもバージョンアップしたものがありますこれです、えー、村川うぐい先生から教えていただきました竹串ツンツンです 何がいいかというとこ自重があるからトントンやるときにすごくやった感じがいいんですね効きそうな感じがしますそのためには焼き鳥を食べなきゃいけないっていうそういうメリットかデメリットもありますけど輪ゴムで2箇所巻いていただければ竹串ツンツンができます